はい。皆さん、こんにちは。北田博之です。本日もご視聴くださりありがとうございます。11月29日水曜日、ただいま時間は4時19分ですね。まず、丸1、早速いきます。まあ、昨日ですね、まあ、朝8に武田先生が出られまして、まあ、と同時にその後ですね、28日のトースポのニュースが出ていました。はい。で、今日話したいことはですね、そのニュースの記事から 私の今日話したいことにつながっていきますので、まずはその記事を読みますね。画面変わります。はい、こちらですね。武田邦彦氏百田直樹氏が賛成党分断工作を否定作戦とかないトースポの記事ですね。中部大学客員教授の武田邦彦氏が28日、YouTube 番組ニュース朝8に生出演し、作家の百田直樹氏と賛成党内紛騒,騒動に言及したと。この日 竹田氏は朝8時に初出演 MC の有本織氏と百田氏の冒頭武田氏とこの数年連絡が取れなかったことで嫌われたんじゃないかと疑っていたという武田氏は参政党の立ち上げに奔走し昨年の衆院選では国政政党に押し上げた立役者の一人とあって百田氏は「ものすごいスケジュールで働いていた某政党の」と言いかけたところで有本氏から「余計なことは言わない」と釘を刺された。 まあこれはですね2022年武田邦彦先生が1年間でたった4日しか休みを取っていなかったというわけなんですねカラオケボックスを借りてその長椅子の上で寝ていたり講演会の脇の舞台袖に段ボールを敷いて寝ていたとそのことですねこの日は同時接続者数で7万人を超える反響ぶりに百田氏は人気がすごい1年前に終わった虎ノ門ニュースも武田先生の曜日が一番良かった 公判されてからずっと数字が下がった。朝8のレギュラーに決定しました。と今後も出演を依頼し、武田氏も快諾した。武田氏は参政党の神谷総平代表から離党勧告を突きつけられ、ゴレンジャーと言われた党の顔が次々と離れる事態になっている。参政党の話題を避けていた百田氏だが、最後に神谷氏が YouTube で武田氏らに党の分断工作を仕掛けられたとの趣旨の主張に反論した。 あまり賛成党の悪口は言いたくないけど、神谷さんはまるで6月か4月くらいから私と武田先生が裏で工作をしていたかのようなほのめかしをしていたが全くありません。かっこ、音信不通が続き、武田先生と電話で話したのは10月に初めて電話で久々ですね、と全く事前に怪しげな連絡さえ取っていませんから、と濡れ衣ぬだと主張。武田氏も僕はそういうことをやらない人間ですから、作戦とかない。 潔白だとしたはい、えー、武田先生がですね、このように、え身の潔白を主張されました。えー、参政党側はですね、工作活動をしていた。まあ、これは、いわゆる、工作員ということになりますよね。で私もこの、工作員という言葉を、あえ、まあ、改めて、工事園で調べました。工作員の意味はですね、諜報活動など、秘密裏の活動をする人、という言葉が出てきます。 これはいわゆるまあスパイですよね。ということは、賛成党側は、武田国彦という人物は、情報活動など秘密裏の活動をするスパイであるという表現を使ったということになります。これは、場合によっては武田先生に対しての名誉毀損になってしまいますよね。非常に安易に他者に対して工作活動をしていたという、この言葉を発してしまった賛成党さんのイメージが、私は非常に悪くなると、 思います。はい。ここで苦言を提しておきます。まあ、つまり、もう少し別の表現があったのではないかということですね。はい。そして今日、あの、丸に私が非常に、あの、皆さん、日本保守党の支持者であり、また国士であり、えー、日本を良くしたいと思う、まあ、同志である皆さんに、私が伝えたいことがあります。まず、結論から言うと、日本の精神が世界を救うということですね。はい。まあ、少しあの、大きなボールを投げましたけども、 どういうことかと言いますと、まず、先日の武田先生が朝8に出演した、まあ何気ない発言からですね、私が今日皆さんに伝えたいこと、まあそれは万が一私もですね、いつ死ぬかわかりませんので、まあ何か交通事故があって、そうすると、この私が伝えたいことをですね、皆さんがどこか、あ、なんか北だっていう若造が,が言ってたなと、どこか片隅に置いてい,ていただければ幸いです。はい。で、まず、ちょっともう一度昨日の朝8の武田先生の やっぱりあの江戸時代まではね、うん、やっぱり自分でよく考えようという気質があり、うん、さらに僕は思うんだけど第一次世界大戦の後の、うん、あまあ大正ぐらいまでは、はい、日本が国家の国際連盟を作る時に、うん、え人種差別撤廃条項を出すというふうにも圧倒的にね、うん、日本が日本人を考えてた。<laughs> うん ところがやっぱり戦争に負けたかななんか、まあ、あれ負けてないと思うんだけど。うん、えっと、ま、とにかくこの前の大東亜戦争の後ね。うふにゃふにゃになっちゃったですね。そうですね。ええー。それが残念ですね。はい。え、この武田先生がですね、発言された中で2つ注目していただきたいのが、人種差別撤廃条約ですね。これは第一次世界大戦後にですね、日本が先駆けて、この差別をなくそうじゃないかと。 ま、西側諸国がいろんな別の黒人とかを奴隷にしていた。そして確か私の記憶ではこれが、この決議が11対5か11対6で、この日本の主張が世界に通ったんですけども、イギリスとアメリカがですね、そういった投票制度にしていたのに、ルールごと変えてしまってなくなってしまったということなんですね。まあ、なんとも卑怯の話なんですけども。まあ、そこからですね、今年の日本のこの LGBT が差別を日本は、 理解を増進した方がいいみたいなことをね。まあ内政干渉で受けたことも私は非常に気に食わないんですけども。まあちょっとそれは置いておいて。で、武田先生がですね、今チラッと言いましたよね。まあ戦争に負けた、いやあれは負けてないんだけどねって。ここがすごい僕、今日あの伝えたい、その日本の精神が世界を救うということに繋げていきたいんですよね。で、これはまあ皆さんこれを聞いたら、まあ保守の方だとポッと、ああ、大東亜戦争だね。日本が、日本がアジア人解放、西洋の 両道をなくすために戦ったんだという認識と、またそういった精神をお持ちだと思うんですね。まあもちろん私もそうなんです。その戦争を美化してるっていうことじゃないですよ。戦争が正しかったっていうことじゃなくて、そういった正義のために戦った精神は素晴らしいという認識でお間違いないですよね。で、実はですね、その後、ちょっと僕、名前を忘れたんですけども、いろんなですね、その戦後の後、いろんな研究はされましたよね。まあ今、武田先生がおっしゃったように、 戦争はこの負けていないんだって、まあ実際意味としては負けているんですけども、結果その後アジアが、まあそれこそインドネシアも多くの国がですね、日本がああいうふうに戦ったら私たちも、あの、独立できるんだと思って独立していくわけですよね。そういった意味で、まあ1936年、まあルーズベルト大統領から、まあその背後には国際金融資本家たち、まあ獣医師、まあそういったユダヤ系の人たちがいた。そういったものから、 そういった日本の戦い方で独立していって、世界を支配できなくなったわけですよね。戦争で負けたとあっても、まあそういった意味で、その第二次世界大戦後に、まあイギリスとか各国のそういった学者、研究者、知識人がですね、あれは日本が勝ったんだと、結果的には、という発言が、おそらく滝田先生もそういう何か研究やら本を読んで、まあポロッと負けてないんだけども、で、このワードを言ったんだと思います。私も、 いろんな本を読んだり、まあ、それこそあのマッカーサーでさえも日本は自衛のためにやったんだと。確か、マッカーサーが亡くなる間際にあの正直者の日本人と会いたいと。そういう言葉も残したと言われていますね。で、つまりどういうことかと言いますと、やはり世界が一番こうやって、まあ、いろんな経済から、まあ、それこそ共産主義のそういった圧力から日本は LGBT というものが決まり、 それっていうのはその国体を破壊されていくわけですよね。まあ、私たちが天皇と国民っていうのは、君民一体、君民共治国民は宝であるという考え方ですね。つまり LGBT やそういった移民からですね、日本を雑種化、そういった日本の精神、いろんな移民とか混じっていって、そういう精神の持ちようをいかに薄めていくか。そして、そこは何を狙っているかというと、ご存知の方もいると思いますけども、やはり皇室が狙われていくわけですよね。 天皇陛下と一体の国民、こういった国民が雑種化を図って、性別も全て自由な曖昧な男性なのか女性なのかなってくると、皇室も徐々に女系でいいんじゃないかとか、別室を持った方がいいんじゃないかとか、何かそういった性の混乱を作りながらも、日本の百田直樹代表もおっしゃられた、最も古いアマテラス、神武天皇から続くこの日本の続く国体を壊してくるということなんですよね。 ということは逆算して考えると、そういった最も最古の国の日本のそういった精神、まあ過去の大戦でいう正義のために、人のために命を投げ打つ人種、非常にそれが恐れられてるからこそ、こういったグローバル経済、またはその LGBT とかを入れて、意味もそうですけど、まあ戦争じゃない形の戦争で攻め込まれてるということだと思うんですね。まあそして、まあ私も居合作動とかして、まあ 特に佐藤の先生とかですね、まあ私もよく言われましたけども、北だと。日本の、本当に日本の精神がな、世界を救うんだぞと。まあ私の先生もですね、60年代にあのロンドンの広告代理店に勤めてね、まあ少し考え方はリベラルな方だったんですけども、まあ向こうで仕事をされていて、何か文化のことを話してみようと言われたら何も言えなくて、まあビートルズが大好きで行ったんですけどね。まあ当時は二日三日かけてイギリスに行かないといけない飛行機で。まあそれで40年かけて、まあ京都の裏線家 もうそうという名前をもらってますけども、まあいわゆる伝統文化を大事にする、まあ保守的な考え方になられた私のサードの先生なんですけども、まあ本当にそういった日本の、例えばイアイデスを刀に礼をするとか、皆さんで言いますといただきますを言うとか食べるとき、まあそういった日本伝統文化の選手の横のつながり、まあ秩序、誠実さ、まあいろんな言葉がありますけども、まあそういった考えが世界を救うということなんですね。c h i フ で、で、それを、まあ、具体的に私がですね、おっと思ったことがありまして、まあ、つまり、本当にそれは十分可能だろうと感じれることがありまして、9月23日、まあ、今から約2ヶ月前、私、久々奈良に帰りまして、約十何年ぶりに帰ったんですけども、そこで、ま、東大寺に行きましたら、まあ、これですね、今日ちょっとお見せしたいのが、これが、ま、奈良の国際さんの春日大社と、まあ、御朱印帳ですよね。こ東大寺かこの御朱印帳。これがね、なんとですね、 驚いた。まあ、インバウンドで、まあい、まあ、インバウンドのちょっと議論は置いときたいんですけども、ものすごくな良に外人の方がいらっしゃって、そこでなんと、皆さん、みんな、ご主人長を持って並んでるんですよ。かなりの数が。もう、まあ、写真ちょっと載せますけども、僕はそれに驚いて、でみんな、すごくルールを守ってね、まあ、あの東大寺の中ですから、もう大事そうにね、ご主人長を持って書いてもらったら喜んでるわけですよ。 外国人の方が南米の方もいましたし、ヨーロッピアの方、方もいましたし、もう衝撃で。で、まあ、僕もですね、久しぶりに、何年ぶりかに改めてこれを買って、まあ、いろんな二活動とか、桜井市の大神神社も行きましたし、そこであ、長谷寺も行ったりして書いていただいたんですけども、旅行者の方にですね、Can I share u book?Can I share u ご主人調って言って、まあ、見せてもらって、まあ、かなり回られてて、How do you like it so far?How do you like it? なって聞いたらもう、いやもう最高だと。 もうこんなにカーム、いわゆる穏やかに、素晴らしいですねと、やっぱり日本の選手はと。結構まあ、まあ、2、3人聞いたんですけども、そう答えられていたと。あ、そうかと。で、やっぱりどうしても西側諸国を見るとですね、そういったお金の力と武力で、まあ、戦争のお金儲けがあるわけですよね。まあ、それこそ一番、まあ、私たちがなかなかわかりにくい、今、イスラエル、中東のそういった宗教の考え方、 でも私たちの日本のそのいわゆる仏教や神道、まあ仏教はブッダがいますけども神道っていうのはやはりアマテラス。私の認識では自然が神様なんですけども、人ではなくね。まあ争うことはほぼないじゃないですか。自分たちの考え方正しい。相手側のその宗教の考え方は潰してしまいっていうのはないわけですよね。大前提に私たちはそういった神道、仏教を習う前からもうゴミは捨てませんし、すでに生まれた時から素晴らしいそういった身に染みて、いわゆる何かすでに ハードソフトとしてね、そういった精神があるわけですから、これがもし、やはり世界中にね、あの、浸透していけば、世界が平和になって救えるわけなんですよね。結局、そういった海外の共産主義、勢力っていうのは、やはり日本のそういう考え方が危険だと。人の人口をコントロールしたり、お金の力で権力を奪ったり、そういうことができなくなるという相手側には恐れがあるわけですから、まあ、つまり、まとめますと、この皆さん保守という、まあ、もちろん今日本保守というのは、 日本の国益、日本を豊かに強く。その先には、私たちの本当の使命っていうのは、日本が世界を救っていかないといけないね。いや本当にそういった使命があります。<laughs> なんかちょっとおっきなものをね、投げかけたんですけども、いや、真面目な話。本当に私たちがですね、鬼滅の刃でいう柱、それはもちろん、いやいや、北田んと。 日本まだけでもこれからまだ大変なのに世界かよと思うんですけどもまあいずれ私たちの私たちの生きてる世代で無理であっても次の世代が必ずそうしていくと私は信じていますということでこういった日本の誇りをね魂をね皆さんにこう伝えてねおちょっといい話をしたなと思っていただければ幸いでございますはいそれでは本日はまだ本日はまだ水曜日ですので平日の日が続きますが 風邪をひかないようにお体にはご自愛くださいそれでは次回の動画でお会いしましょうさよなら